んばんは、ゆかりです。先日 HO ゲージを始めてみたゆかりさんですが、もう一両機関車を購入しました。加藤から販売されている EF65 1000万台前期型です。この商品も新品で購入しても 1.5 万円程度と、HO ゲージとしては安価ですが、なかなかディティールがいい。ということで、未使用に近い品を購入してきました。早速、整備のために、ボディと動力部分を分けようとしていますが、なかなか外れません。やっと外れました。ボディを左右に広げながら、揺すったら外れました。この EF65 は、前に組み立てた DD51 以上にパーツが多いです。列車無線アンテナ、信号円管、ホイッスル、高圧引き通し、線、窓枠、手すり等、盛りだくさんです。まずは、裏から、ピンバイスで穴を開けて、列車無線アンテナを取り付けます。ライトユニットを外していきます。しっかりとはまり込んでいるので、ボディを広げて外していきます。ライトユニットやプリズムを外すと、列車無線アンテナを取り付ける穴を開けるガイドが、前後に2種類あります。お好みで選んで2箇所開けるようです。今回は、1001号機を参考に後ろ側を開けました。穴を開けたら、列車無線アンテナを取り付けて、ライトを元に戻していきます。ライトが電球色で暗かったので、白色 LED に交換します。ライト基板の LED に電気を流して電圧を測定したところ、2.0V ほどがマックスのようなので、一般的な高輝度 LED に交換します。このままだと極性がわからないので、テスターを使って極性も一緒に調べます。調べたら、今の LED の位置を記憶します。今回は、マスキングテープを貼って位置を決めます。基板から LED を外すのが面倒なので、足を直接切ってしまいます。元の LED を取り除いたら、印をした位置に、新しい LED を取り付けます。取り付けたら、電気を流して、正常に点灯するかどうか調べます。今回は問題なく点灯しましたね。反対側も同じように作業します。極性は同じ方向のようです。画面では上側がプラスのようです。無事に綺麗に点灯していますね。電球色 LED が手元にあれば、そちらの方が実感的だったかもしれません。組み立ての続きです。メーカーズプレートとナンバーを取り付けします。ナンバーは1000番台トップナンバーで、保存機になっている1001番を選びました。インレタで表現されていて、いくつかのナンバーが選べます。1001番に組み合わせるメーカーは、東洋電機、汽車会社を選択しました。インレタはいつも必要なものを切って爪楊枝で転写していますが、いまいち、どの方法で転写するのが正解なのかよくわかりません。このインレタは、貼りやすい方で良かったです。前に、加藤の DF200 であったメタルインレタは、なかなか転写できなくて苦労しました。前側も、端正なお顔でいいですね。組み立てはまだまだ続きます。屋根の手すり、信号円管、ホイッスル、高圧引き通し、線を組み立てます。高圧引き通し線です。むっちゃ細かいですね。前後のパンタグラフから、車両の真ん中に引き込まれているのが、わかりますね。手すりを組み立てていきます。どんどん細かくなっていきます。このあたりの組み立ては、ボディ単体にした方が、やりやすいですね。ワイパー、開放テコを取り付けました。次は台車周りです。エアー配管と、砂巻き装置の砂箱を取り付けます。加藤の HO の EF65 は台車がすごいと聞いていたので、やっぱり細かいですね。前回りのジャンパー線を取り付けました。DD51 はまっすぐでしたが、
EF65 は適度に曲がっていていい感じです。車輪の丸穴が抜けていてすごいです。完成したので試運転をしていきます。 HO は動きがかなりスムーズですごいです。旧型客車の方にも試作品ですが LED 室内灯を仕込みました。完成したので鉄道模型のカメヤで走らせてきました。最後はカメヤでの走行シーンを眺めて動画を終わります。ゆかり鉄道では鉄道模型の入線紹介メンテナンスをメインに動画を制作しています。チャンネル登録高評価をお願いします。また気になることがありましたら遠慮なくコメント欄でお知らせください。いかがだったでしょうか。加藤の EF65 1000番台ですが、加藤の HO 製品は HO を始めてみたい方にぴったりな良い製品です。このクオリティが 1.5 万円は参入する敷居をできるだけ下げようという企業努力を感じます。
もっといいものが欲しくなればドミックスや天正堂に行けばいいでしょうし、走りメインで楽しむなら加藤はいい選択と思いました。今回の動画で HO は一旦終了しますが、ちょくちょく走らせに行こうと思います。まだ時期は未定ですが、 HO の方では DCC 化してサウンドやライトのギミックを楽しみたいと思ってます。その時はお楽しみに。動画のご視聴ありがとうございました。